中川先生の優しいビジネス研究。いやもう巷ではロシアのウクライナ侵攻の話題で持ちきりなんですけれども、どうもそんな声に耳を傾けていくと、極めて感情的なロシア憎し、ロシアは悪だ敵だとする攻撃的な論調が目立つことに、私は戦略論者として大変な危惧を覚えています。いいですか？ここからめちゃくちゃ重要なポイントなんですけども、誰にどのくらい非があるのかということは国際社会として厳密に議論をしていかなきゃいけない点です。ですけれども、特定の民族、国家を悪だ敵だと断じて感情的な攻撃をしていくというのはですよ。これは何も相手方にとってではなくて、それを論じる私たちにとって極めてリスクの大きい行動である。戦略的な目線で見て、これは自分自身の首を絞める大きなミスであるということを今日は皆さんにお伝えしておきたいと思います。最初にその理由、結論ということを先に述べてしまいますと、いいですか？あなたが誰でもいいんです。相手を悪だ、あいつは敵だと断じたとするなら、相手方の立場に立ってください。人からあいつは悪だ敵だと言われたとしたならば、相手方もあなたのことを拒絶しますよね。この先に何が起こるのかということをイメージしてほしいんです。お互いにもう決して相入れない、これが国際的な民族間のことであったとするなら、悪と断じるのは覚悟がいるわけです。相手方もあなたを悪だ敵だと断じて、相手の攻撃も一層苛烈になるでしょう。あなた側としても相手は悪なんだから滅ぼしてもいいんだということになってしまいます。すなわちどちらかが全滅するまで、どちらかが完全降伏するまで戦い続けることになってしまうわけなんです。その覚悟があるとするなら、あなたは特定の誰か、特定の民族を奴らは悪だと断じてもいいでしょう。ですけれども、そのような未来を望んでいないのであるとするならば、現在は非常に危機的な国際状況にあるということを念頭に、極めて政治的に慎重な立ち回りが要求されるという状況の中で、一時の感情に支配された民族憎しの感情的な攻撃というものは控えて、ごくごく戦略的に賢い立ち回りということが私たちには要求されています。まず理論理屈の方を先に話をしてしまうと思います。まあ経営戦略論、私自身の専門は経営戦略論なので、ビジネスの話に引っ張っていきたいとは思うんですけれども、いいですか？競合に勝とうと思った時には、経営戦略だとかマーケティングでは何を必ずする必要があるかといえば、徹底的な競合分析を行う必要があるんです。なぜだと思います？皆さんもですよ、ビジネスだったらイメージしやすいと思うんです。競合企業と上手に戦って勝利を収めるためには相手の分析が必須です。なぜでしょうか？例えばあなたが任天堂という会社だとしましょう。で、任天堂としてビジネスを上手に勝利したいと思うならば、競合さん、プレイステーションさんとか Xbox さん、まあソニーさん、マイクロソフトさんですけども、こういった会社が何を強みにしていて、そして次に何をするのかという読みを立てた上で、任天堂としてそれをうまく上回ったり回避するような策を立てる。これが経営戦略じゃないですか。いいですか？企業の戦略においても、相手の強み、ストロングポイントがどういうところにあって、相手がどういう行動してくるのか、あるいは相手のウィークポイントがどこにあって、どう相手のウィークポイントをついていくのか、企業のビジネスだったらそうやらなければ自分たちが利益を得られないってことがわかるじゃないですか。言うてもプレイステーションさんとか Xbox さんだったらコアユーザーをターゲットに高い技術力と豊富な資金力で対策を出していくと、こういう作戦を立ってくることは見えるわけですから、任天堂としては同じことをやっては全面戦争だ。であればうまく回避をした方が自分たちとしては儲かりやすい。そんなわけで自分たちの強みであるところの有力な IP、まあポケモンとかマリオとかのことを指すわけですけれども、そういったものを使ってライトユーザー層を狙っていくっていうのが効果的な戦略になるわけです。ここで自分たちの狙ったように戦略が成功するのかどうか、戦略の成功失敗がどこにかかってるのかってところに皆さん注目してみてほしいんです。今私が申し上げたような任天堂の戦略が成功するかどうかっていうのは、相手への読みが正しいかどうかですね。プレイステーションや Xbox が狙った通りに動けばうまくいくわけです。
ところが、プレイステーションや Xbox が任天堂の読みと外れた行動をしてしまうと、任天堂の戦略というのは崩れてしまうわけです。相手の分析、読みから、おそらくこちらが期待するのは相手にこういう動きを期待してるんだよなと、これが当たれば、あなたの戦略は成功なわけです。だからこそ経営戦略なんかでは相手を知ることが肝心だし、相手が予期しないような行動をしないように、相手を暴走させず、うまく誘導してこちらの狙った方向に動いてもらうっていうことが戦略の遂行において大切なんです。もう言いたいことはわかりましたね。国家間の軍事的な問題とって基本は同じなんです。いや、むしろ経営戦略論っていうのが、その軍事戦略論から発展したものだとするなら、源流に立ち返れば根っこは同じなわけです。いいですか？ここで考えてください。相手は敵だと一方的に決めつけ、世界中からその国その人々は敵だ悪だと決めつけ、それを追い詰めていった先に、その人たちはどういう状況になりますか？国際社会からロシア人は敵だと言われた時に、ロシアの人々はどんな感情を持つでしょうか？次にここから何が起こるか、ロシアの人々は次にどのような行動に出るでしょうか？ここで私たちが軍事戦略についても参考にすべき過去の事例が2つほどあるんだということをお伝えしておこうと思います。徹底的にある国、ある民族を追い詰めていった先に何が起こったかという話。まあこれが赤い方ですけれども、かつて1930年代、世界の悪は日本やドイツやイタリアのような枢軸国と呼ばれる国々であって、それらの国々の政治体制だとか思想というものが徹底的に悪だというふうに決めつけられた。そして外交的に軍事的にどんどん圧を強められていく中で、国内でどういう議論が起こったかといえば、アメリカやイギリスは敵だ、鬼畜米英だというふうに言って、対外敵視感情、対外敵対感情というものが国内で先鋭化し、軍部が暴走し、世界大戦に進んでいったわけです。そして我々はそうした危機を回避した歴史というのも過去に経験しているんです。それがキューバ危機というもので、こちらはどうだったか。まあ、キューバで革命が相なって、どうやらキューバに軍事施設が作られるらしい、核の施設が作られているらしいということをアメリカがキャッチした。スは核戦争かということで、このキューバというところを舞台に世界初の核戦争が起こりそうだということになったときに、アメリカの指導者とソ連の指導者とが対話をして、危機を間一髪で回避ができたということがあったわけです。この時にはお互いの敵対感情、いいですか、感情的な暴走をすることなく、冷静に状況を収めるためにお互いの指導者がどうやったら着地ができるだろうか、キューバには攻撃的な干渉は西側諸国としてはしない。ここでやはり高度に政治的な交渉が行われたわけです。キューバというものをめぐって西側諸国はこういう態度を取る、一方ソ連の側はこういう態度を取ります。ここで話し合いをすることによって決定的な断裂が発生するということを避けることができたわけです。何もですよ、私は別に軍事的な行動を取る人に対して対話をしなさいという悠長なことを言わんとしているわけではないのです。手段は様々にあり得る中であって、その取り得る手段というものを武力行使だけにしてしまうのが相手を悪だと断じることなんだというのが私が言いたいことです。いいですか？このままロシアという国、あるいは国民に対して感情的な制裁を続けていった先には何が起こるか、皆さんもその先をこそイマジネーションする必要があります。シナリオの位置としては、先ほど言った第二次大戦の時のように、世界中から敵だと断じられた人々が挙国一致体制を取ると。もう、世界中敵だ敵だと言われて、民族として団結するしかないとなったらどうなるでしょうか？局面打開のためには、あらゆる手段が利用されるでしょう。そして、そのような暴発的な軍事的な行動が取られたとするならば、いよいよ決定的に西側諸国もそれに対応しなければいけなくなってくるわけですから、これはまさに世界大戦の始まりということを意味してしまうわけです。私たちは今、世界大戦の起こるか起こらないかという狭間にいるんだということを私たちは認識する必要があると思います。
第2のシナリオとしましては、ロシアが屈服するというシナリオですね。厳しい制裁に、お前たちの今やってることは悪だと言われて、分かった、私たちが悪かったというふうに、ロシアが屈服するというシナリオ。まあ、こんなシナリオ考えにくいという意味でも、私は今の制裁を課していくということがあまり意味があるのかということは論じたいわけではあるんですけれども、それはさておいてです。厳しい制裁が課されてロシアという国が回らなくなって、もうしょうがない、本当にごめんなさいでした。その時ロシアの国民感情に何が残るでしょうか。そうした制裁を課した国々に対して深い恨みの感情を残したまんま、私たちはこれから先の21世紀を何十年も生きていくんですかと。この深い恨み、怒りはいつかどこかで爆発してもおかしくないわけで、誰かにこの恨み、怒りを残したまんま、残させるような制裁ということが本当に国際社会にとって良いことなのかというふうにも考えるわけです。もう一つシナリオがあると思います。第3のシナリオとしては、ロシアという国が瓦解する。結局この制裁によって国としての体面を維持できなくなって、政権が崩壊すると。まあこれを狙っている嫌いはなくはないわけですけれども、その先に何があるかということを想定したときに、何が起こるとも、まさにこの3番目のシナリオが一番読めないわけですよ。次の展開が読めない。その先に改めて独裁国家が成立するのかもしれず、アメリカが進駐軍として入ってくるのかもしれず、先の展開が全く読めない中で言うと、どんな展開になったとしても、おそらくはロシア国民は非常に割り置く。現政権、現体制ではなくて、国民が割り送ることになるのだとすれば、果たしてこれが正しい選択なのかということは、私たちは考えなきゃいけないんだと思います。かくして私たちは現在の感情的な国家ないし国民に対しての制裁を行っていくということが、本当に効果を持ち得るのか、また逆に効果を持ってしまったとして、その先に何があるのかという、その先の展望をこそ考えて、感情論ではなくて、極めて理知的、冷静な頭で、どういうふうに物事を収束させていくのかということをこそ考える必要があると思います。先ほども言いましたが、そもそも企業取引を停止したいだとか、スポーツチームの参加を認めなくするだとか、著名人を、有名な指揮者だとか、有名な人を批判したところで、そんなことプーチンに効果ないの分かってるじゃないですか。だとしたら全く影響力を及ぼさないような制裁を下したとして、どこにどんな効果があるのかといえば、ロシア憎しのこの私たちの感情を、私たちの留飲を下げるぐらいの効果しかないんだとしたら、ちょっと待った方がいい。ウクライナの人のためにも本当にその制裁というのが意味があるのかということは考えた方がよろしいんじゃないかと思います。かくして世界の利益ということ、あるいは私たち自身のリスクマネジメントということを、そちらをこそ念頭に置くなら、感情的なロシア憎しというのは、お互いが取り得る選択肢を捨ててしまうという意味でやめるべきだということをここで強調しておきたいと思います。いいですか？私たちはこの地球の上で、何年も何百年もロシアの人々と暮らしていかねばならないのです。だとするならば、ある人を片一方悪だと断じ裁くということは、今ここでは一度止める必要があると思います。いいですか？火はどこにある、火は何にあるのかということを明らかにするということと別に、感情的に奴らは悪魔だというのは全く別の話だということです。今私たちが取るべき態度は、感情的な制裁論ではなくて、理知的、理性的、あるいは戦略的な着地の議論にこそ進んでいく必要があると思います。恥ずかしながら私自身もまだまだ、じゃあどういう着地がいいのだろうかということについて、自分なりの意見というものをまだ持ててはいません。まだまだこれから私も考えなきゃいけないわけなんですけれども、私以上に皆さんが、社会がそれを考えていく必要があるのではないかというのが、この動画での意見です。そのためには私たち何をする必要がありますか？ロシアの人々が今どのような感情のもとにあって、そしてロシア側がなぜこのような軍事行動を取ったのか、そのためにこそロシア側の立場というものを理解する必要があるわけです。何もロシアの人々にシンパシーを持ちなさいとか、ロシアの人々に肩入れをしなさいと、そういうことではない。この局面を上手に収めるためにこそ、私たちはロシア側の考えということを知らなければならないのです。